走れ大井チャンネル。はいどうも、走れ大井チャンネルです。今日はですね、ゲッツなんですけど、昨日はショートやりました。今日はセカンドのゲッツ、腰切りとトスをやっていきます。今日も一緒にシーザックでやっていきます。では行きましょう。はい、改めまして走れ大井チャンネルです。今日はですね、新作くんとのゲッツ動画、そして今日はセカンド編を紹介していきます。昨日はショートのゲッツを行ったんで、そちらの動画は概要欄に貼っておきます。今日は新作くんとの動画なんですけど、撮影したのは結構前で1月の半ばぐらいですね。昨日も話しましたが、まだ体が出来上がる前でちょっとあんまり2人とも動けてないんですけど、そちらをご覧ください。このロックでは、3球ずつ交代で行っています。1週間ほど前の動画で紹介しましたが、腰切りの時の、早急パターンを3つ紹介しました。ここで使っているのはおそらく2つだと思いますね。片足を引くのと、両足を入れ替えるやつ、その2つを行っています。そちらの動画も、概要欄に貼っておきます。ちなみに新作くんは高校時代セカンドやった経験はそこまでないと思いますね。自分が見てる中では本当にショートずっとメインでやってて、まあ、たまにサードとかやってたんですけど、セカンドをしてるシーンっていうのはあんまり試合では見たことがありません。練習では結構たまにやってましたけど、試合ではあんま見たことないですね。はい、そんな感じで今日は動画をご覧ください。はい、というわけで今日は新作くんとゲッツ練習を行いました。これで新作くんとの動画は以上となります。また4年後、戻ってきてくれることを祈っています。4年間大学野球頑張ってください。では失礼します。チャンネル登録お願いします。